みんなその坂本龍馬って実際はどうなのか分かってないけど、もしもし、鈴木です。あ、もしもし。はい。あ、お気が付けですか？はい。私、午前中の方でユーマさんの会員をしております、白川です。あ、こんばんは。はい。お世話になります。あ、ピカリと。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ユーマさんから懇談会の日程の変更ということで、あ、ちょっと、はい。聞いたんですけれども、はい。ちょっと、もう、他の学年に、下の学年に伝えていかないといけない。はい。はい。はい。今このお電話で決めさせていただけたら。あ、はい、大丈夫です。水曜日ぐらいしか。水曜日何日ですか？6ですね、6。あ、はい、6大丈夫です、はい。はい。あ、大丈夫です。はい。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、また改めてお手伝いしてゆまくん、はい、受け取っていただきますので、はい、ご確認ください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では失礼いたします。よろしくお願いします。失礼します。はい、失礼いたします。あの先生、こんな電話やってるんですけど、俺言ってあげるわ。何を？実は先生そんな人じゃないから。一人。テストではめっちゃ強いから。簡単に対して？違う。俺に対してじゃなくて、もう結構叫ぶでしょ。なんだろう。結構元気な人で、大きな声で喋ってくる人。叫ぶって聞いてない。でも先生そうやって言ってたから叫んでるから。最近変わったの？これ先生に内緒で、これ先生の前で言ったら多分、先生内緒水って飲まんとさ、なんかここおしっこすごいあるやん、なんか石っていうやつ、うん、あれ先生実はあって、それがなんかそれが元気になってから、それでも大きなんか元気な声で喋る。先生って何歳だよ。どの声だよ。言ってた。お前、お前何？それでもなんか自分の声で若い若いって言ってた。若いね。成長してるから。健康そうやな。健康そうだけど、実はあの人、体調不良。
電話で会ったらしい。だって